俺の動画の視聴者さんであるしぐれさんが俺とサイドン教育の絵を描いてくださいました。いやー、いろいろな表情の俺が素晴らしく描けておりますね。しぐれさん、どうもありがとうございました。いやー、前回のバーとかため取りでいくよ。刹那剣好きだよ。で、これ城に入っていくところなんです。入りました。よくぞ来てくれました。捨て駒の父やって。捨て駒の父がいるやな。選ばれし者や。祖父。ふがふがふが。いれば持ってできないんか。捨て駒の祖父がいる。母まで騎士してる。捨て駒がお世話になっております。捨て駒の母がいる。そうして他人の俺がいる。祖父、祖母、ふがふがふが。お前もいれば持ってない。恋人、捨て駒シリーズ。超だるい。友達、別に友達とか別にいいやん。別の名前付けさせてくれてもいいやん。たまにはこんな仕事もいいかな。いとこ、だるいバイトだ。姉、静かに。妹、マジだり。息子、もう捨て駒の一家がだんだんとここで働きよんじゃ。弟、お、かわいい子ちゃん、今度俺とお茶しない？おごりですよね。割り勘です。ナンパで誘っといて割り勘って。こいつダメなやつだ。ダメなナンパだ。寡黙な兄、かっこいい。真剣そうですね。よっしゃ、ここ座らせてくれへんかな。王様、一目見ただけでわかるぞ。そこの青年が選ばれし者だな。そして噂で聞いておった。祝福されし者じゃな。かわいいの。おっと、そうじゃった、そうじゃった。わしの名は祝福されし者。サイドン京子のことも話聞いたんやな。とりあえず王様の名前、ザ・ムノーキング。 なんか人望だけで選ばれて結局王としての仕事は全くダメな人。知って？貴公らがここまで足を運んだ理由を分かっておる。魔王の居場所を教えに来たのだな。ほう、そうか。魔王のいる場所は小島となっておる。ここから北西の方向じゃ。しかし船では行けん。船はモンスターに沈められる。え、そんな。この城では行く方法はない。撃つ手なしなんですか？本当に無能なんですか、王様。だが、魔法使いの里の。魔法使いの里。傷薬工場。おお、そうじゃった、そうじゃった。傷薬工場じゃ。もろ工場やもん。 あれ、砂糖じゃない、工場なの。いや、砂糖やけど、確かに薬の砂糖工場やけどさ。傷薬工場の魔法使いなら何か方法がわかるかもしれないな。 魔法使いってただの従業員ちゃうか、ただの。 じゃあ、傷薬工場を目指しましょう。ありがとうございました。待て、そう簡単には行けんのだ。傷薬工場への橋は魔王のモンスターたちにより通行止めになっているのだ。ああ、もうなんかいろいろがんじがらめになったんやな。そんな、橋の通行止めを指示する大将がいるようだが、船が襲われているせいで武器などの物資が届かん。あ、だからあの武器が届かんのですよって武器屋の人が言ったんだ。とてもじゃないか、戦力不足じゃ。待ちな。誰だ？あ、なんかすごい戦士来た。門番の人、あ、これ門番か。だったらぶっ潰せばいいだろう。あ、ブロックよしよう。ブロックよしよう。そう、大将とやらを。ブロックよしようか。そうは言うがな。こいつらと俺で撃つんだよ。
何を言っておる、ブロックよしよ。もし死なれてでもしたら希望を失うのだぞ。じゃあよ、今ある戦力で橋を強行突破するか。バカ者、そんなことは。だったら俺たちで大将を討ち取るしかねえよな。幸いなことにその大将はすぐ近くの火山を陣取ってる。確かその大将の名前は四天王やん。大将って四天王なんだ。へえ、一人目の四天王か。四天王最弱待てよ、カタカナにそこ。四天王最弱四天王の最弱ってやつらしいこれ絶対倒したら他の四天王三人にさ、四天王の中でもやつは最弱の存在って言いそうやもんなまあお前らが選ばれし者なら倒せる、倒せるさ。わかりました、その大将とやらを倒してみせます。あ、よっしゃ、じゃあ早速行くぜ。よっしゃー、ブロック吉尾が仲間になったもうちょい真下の名前つけとくんだったブロック吉尾が仲間になりました。でここが最弱の俺の子なんやな。ここがさっき言ってた大将とやらがいる火山だ。その名も最弱の陣地陣地が最弱みたいになってるやな、火山か。名物観光地火山もうなんかそこに陣取ってるやつが最弱なだけに観光地とまで呼ばれている名物観光地火山火山火山になってしまった。やっちまった、名物観光地だけでよかったな。やっちまったな。チャーシューだらけもうなんかここが火山なだけにチャーシューという言葉がすごい当てはまったんやけど焼かれてんだな、ここの観光地でち、邪魔だ、見せてやるぜ、この俺の必殺技。必殺技か、ブロックよしおね。おっぱっぴーにしとこう、よしおだけに。おっぱっぴー名前の割にはめっちゃかっこいいし強いぜすごい、名前以外はなふん、ザコが。よし、これでいけるぞ。確かあれじゃ、ネームブックで過去の名前変えれるんだったな。過去3つの分のやつなんやな、変えれるんは。これさすがに火山火山は嫌なんで変えとこう。名物観光地だけにしとかな。よし、名物観光地火山名物観光地やけんな。もう舐められすぎてそんな名前つけられとるなんかおる、こいつが最弱か、もしかして。来た、我が魔、我は魔王が四天王最弱、人間が我に何用だ。簡単な話だ、お前を撃ち橋のクソどもどかすだけだ。よかろう、ならば相手をしてやる。わあ、やっぱ四天王だった。最弱で名前だけど強そう。殴れ殴れ、いけみんな、いけ、俺何もしてない頑張れ頑張れ頑張れ、倒した最弱グワー。確かに最弱って言われる、最弱とまではいかんでも弱いようなイメージはあるような。なんだ、あっきないな最弱やけんな。そんなことないです、お二人の力が強かったんです。まあそうかもしれないな。あとお前らの強さも見せてもらった。やっぱり選ばれし者だけあるな。いや、よかったよかった。さて、ここからさっさと出よう。これもしかして、これ最弱あれじゃない、
もしかして今の影武者的なやつだったか。ブロック吉尾もしかしてフラグ言ったか。ん、どうした、何さっきに言われたおっぱっぴーのことが。ネーミングセンスが気になるんじゃ。この技は俺が小さい頃飲んだくれさんに教えてもらったんだ。教えたん飲んだくれかよ。俺の親父変な名前の技を覚えとったやな。まあ俺は使いこなせなくて俺なりにアレンジしてるけど。え、飲んだくれさんってお前の親父なのか。そうだったのか。この技機会があれば教えてやるよ。飲んだくれさんのように使いこなせるようにしてやるよ。ではまずここを出ようか。俺は一旦城に戻って報告してくる。お前らはそのまま橋を渡っていくといいぞ。じゃあな、頑張れよ。応援してるぜ。じゃあな、先を急ぎましょう。雪のステージになった。じゃあ今回はこの辺で。じゃあ今回のパートはこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週上げ。どうも、暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録をしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰にくる。